愛い。ん？電球が。電球が。うん。なんとなくこれだけ見るとログハウス的な感じだけど。なんていうお店なんだろう。ターンテーブルかな。お店の中も可愛い。なんかいろいろ売ってるのかな。あ、本当だ。行ってみようか、後で。隣に公園が、前ここで動画ね、撮った。あ、ゆうくんが、ゆうくんが、そうだ、散歩来たところだね。そうだ、あれは夏か、去年のね。え、早い、あっという間。おいおい、いやー、で、とっちゃんは今ここにいます。とるー、かっこいいな。おふざけた。とっちゃんの好きそうな毛布だよ。本当だ。ふわふわしてて。ひなちゃんの。ひなちゃんとか。どういう黒は暗い方が似合うのさ。そっか、暗くても明るくても見えるもん ね。 ねみんなすごいね。本当、一回フクロウの目になってみたい。本当、どうやって見えてるんだろう。だいたいまぶたが3つってどういう感じなんだろうとか。このまぶた欲しい。雨の日とか避けながら、ね、透明なまぶたがある、あるでしょ、出てくる。あれ人間に欲しいよね。透明なまぶた欲しい。あれあったら結構、風強い日でも透明なまぶたをしながら、これから花粉の人にも。これから花粉だ。すごい、どうして3つもあるんだろう、ね、かっこいい。とっちゃんかっこいい。黒も花粉症あるって。あ、そうなんだ。言ってた。そうなん。みんな花粉症じゃないといいね。外行けなくなっちゃう。うん、ほら、写真撮る。大丈夫。あ、かっこいいじゃない。かっこいい、とっちゃん。とっちゃんかっこいいじゃん。親ばかり。素敵じゃない。あ、とるさん。とっちゃん、こっちこっち。たまたま、絶対たまたまだよ。よし。いいね、ここいいね。かっこいい、この、ね、これもまた、ね、似合う、似合う、似合う。じゃあ店長さんになります。ここで立ってる。え、いいの？そう、たくましい足をしてる。もうちょい前なんだよ、とっちゃん。いつやー、ずれ落ちる。また来ますって。また来ます。ごちそうさまです。はーい。ありがとうございます。じゃあこっちから。気をつけてね。あ、とっちゃん、さっきあそこにいたんだよ、とっちゃん。高いところにいたんだよ。ホテルもやってるんですね。レーバーホテル。匂いする。なんか猛禽類の匂いがする。する？する。とっちゃんが一番でも匂う。匂う。いい意味で。水浴びした後とかかぐわしくなるよね。そうなの。好きなの。その匂い。ちょっと大丈夫なの、そういう匂い。なんかでも、全然獣感ないじゃない匂いがする気がする。なんだろう、匂いなんだろう。もうついちゃうよ。あっという間。あっという間。でも楽しかったね。なんかこれぐらいがいい。ちょうどね。おいしい、とっちゃん。今度から夜も確かにいっぱい行こう。行ける。うん。ただいま。
当然当然